社会40秒解説、江戸の三大改革編。一つ目の享保の改革は、八代将軍徳川吉宗によって行われたよ。質素倹約、米による経済を目指したよ。くじ方を定め書きの制定や揚げ米の制、神殿開発、目安箱の設置などを行ったよ。次は田沼の政治で、行った人物は田沼意次だよ。商業主義で、株仲間の公認や貿易を行ったよ。関西の改革は、松平定信が行ったよ。厳しい質素倹約で祖父吉宗に習ったよ。囲い米の制や私学以外の学問を禁止、都市部に出ていた農民を村に帰らすなど厳しい政策を取ったよ。最後は天保の改革だよ。これは水野忠邦が行ったもので、松平定信よりも厳しい質素倹約を目指したよ。株仲間の解散や、農民の出稼ぎを禁止したりしたよ。